シークレットベース K ステーション、皆さん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけです。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員賞をお送りしております。はい、ということで、まずはターゲットレーベルガールズライブ2018ご来場いただきました。そして応援してくださった皆さん、ありがとうございました。はい、前回予告いたしました通り、ただいま撮っているのはレベルライブの翌日でございます。はい、ということで、まずは、私の感想よりも皆さんからメールいただいてますので、こちらご紹介していきたいと思います。タイナンバー3番、シークレットネーム新庄直江さんからです。かのこ隊長、ご機嫌うるわしゅう存じます。ありがとうございます。そしてミニアルバムフォーエバー発売おめでとうございます。ターゲットレーベルガールズライブお疲れ様でした。ありがとうございます。今回のライブはフォーエバーの曲を中心に他の出演者とのコラボもたくさんあって盛りだくさんでしたね。特に315さんとのコラボは実に新鮮なステージでした。そしてニューミニアルバムフォーエバーの3曲は三者三様なメロディーで聞き応えがありました。まあ登場した時の出落ち感が半端なく可愛かったですが、これ後で話しますね。先行で CD を買わせていただきましたので、この秋は耳から芸術を味わいたいと思います。それではまたとのことです。ありがとうございます。続きましてもう一枚だけ読むかな。タイナンバー18番、シークレットネームのぶくぼさんからです。隊長、レーベルライブお疲れ様です。ありがとうございます。隊長のソロコーナーで初披露の3曲が CD よりも先に聴けて嬉しかったです。それぞれの曲が個性的で良いです。今回はたくさんのコラボがあって、あっという間の2時間でした。また次回のライブも楽しみにしています、とのことです。ありがとうございました。たくさんメールいただきました、本当ありがとうございました。そうなんです。ライブの中はですね、まあ、前からお伝えしておりますように、今回はターゲットレーベルさんの、所属しているレーベルメイツ、MGP さん、ミステリーガールズプロジェクトさんと LFO ちゃんと、そして今回はゲストで出演していただきました、315さん、そして近藤の、こちら4組が出演するライブとなっておりました。で、今回のコンセプトといたしましては、いろんなグループとコラボをやっていこうっていう、またコラボして新たな一面が見れたら面白いよねっていうコンセプトでやっていたライブなんですけれども、いやー楽しかったです。私はまずコラボさせていただいたのは315さんとミステリーガールズプロジェクトさんと、それぞれコラボさせていただいたんですけれども、まあ、315さんは今回私の CD にその315さんのしのぶさんが作詞作曲をしていただいたことによって、今回ゲストでお呼びさせていただいたグループなんですけれども、もちろんそのしのぶさんに作っていただいた曲もやったんですけれども、なんと近藤のケセラセラ、ケセラセラの曲をしのぶさんと一緒に歌わせていただきました。もちろん近藤が自由気ままにうさぎ耳とかやったりとか、阿波踊りやってみたりとか、モンキーダンスやってみたりしてる振り付けも一緒にしのぶさんにやっていただきました。はい、なんかで太一号さんのキャップさん、ギター弾いてるキャップさんも一緒にギター弾いていただいたんですけれども、いやなんか普段そのしのぶさんがあんまりね、踊ったりとかそんなうさ耳とかやるようなキャラクターじゃないってことで、いやーなんかちょっと恥ずかしかったけど振り切ってやります、楽しいからって言ってくださってやっていただいて、いやーなんかそのしのぶさんのお客さんとかにはしのぶがうさ耳とかプフみたいな感じで言われたらしいんですけれども、それはそれで楽しかったよって、お客さんに言ってもらえたよって打ち上げとかで
伺いしたので、あ、よかったなと思いました。すごい楽しかったですし、ちょっとまたケセラセラ結構可愛い曲なのに、しのぶさんのハスキーボイスで歌うとちょっと大人な感じがして、これもこれでありだなと思いながら、すごい聞き耳を立てて一緒にステージで楽しく歌わせていただきました。そして、315さんの曲からは手紙という曲を近藤が一緒にコラボして歌わせていただきました。あの手紙って曲は、あのしのぶさんがゲストで来ていただいた時に、あの番組でかけさせていただいた曲なので、もしあの気になったら、あの番組ちょっと振り返って聞いてみてください。すごくいい曲なんですけれども、あのね、やっぱね、最中号さんの曲はあのかっこいいんですよね。いや、なんか大人の女性じゃないとこの歌いこなせない感、世界観が出ない感が半端なくって、私どうやって歌ったらいいのかなと思いながら、って思ってリハーサルとかもやったりとかもしたんですけれども、いや、色気が出ない色気がないなと思いながら、でもこの世界観を楽しもうと思って、あの一緒に歌わせていただきました。すごい楽しかったです。なかなかね、結構近藤の曲が、可愛かったりかっこよかったり、まあ、ロックバージョンだったりとか、すごいシャラララランとか入ってる曲とかが結構多めなんですよね、今まで歌ってきた中で。今まで歌ってきたことのない曲を、最初号さんが奏でていらっしゃって、まあ、それでしのぶさんに作っていただいた新しい近藤の曲もそんな感じの曲なんですけど、いいね、なんか新たな扉を開けた感じでございました。はい、ありがとうございます。そして、まあ、最初号さんのコラボで、まあ、2人のお互いの曲歌って、歌った上で1曲アニソンのカバーを、はい、マクロスフロンティアよりライオンを2人で歌わせていただきました。まあ、しのぶさんがシェリルパートで、私がランカパートで、いや最高でした。ちょっと後でさっき高浜さんがバババってスタジオ来て、昨日撮ったライブの映像を後で DVD に焼いて帰りまでに渡してあげるねって言ってくれたので、楽しみに見たいと思います。はい、そして、LFO さんは今回コラボできなかったので残念だったので、次回やろうねっていう話をして、 MGP さんとのコラボなんですけれども、MGP さんとは私が作詞をさせていただいたフラグアップとロストソングの2曲を一緒に歌わせていただきました。いや、もうなんか彼女たちの完璧なダンスの中に、ダンスをしない私が入っている違和感たらないだろうなと思いながら、でもなんかみんなが後ろでね踊ってくれているのでなんかすごい贅沢な感じを、もう贅沢な感で歌わせていただきました。いやー、素敵でした。楽しかったな。やっぱりなんかステージ上になんか仲間がいっぱいいるっていうのはいいなと思いました。はい、そして近藤の単独のライブコーナーがありまして、コラボコーナーの時は黒髪のままで出たんです。衣装もジャケットの服を着ないで違う服で出たんです。で、近藤の単独のコーナーだけジャケットのちょっとピンクがかったズラと白いドレスみたいなの着て、で腕にリボン巻いて出たんです。で、しかも1曲目は既存曲のデュエリストを歌わせていただいたんですけども、考えたんですね。315さんは2人、 MGP さんもいっぱい、 LFO さんもいっぱい、今度は1人で出ていく心細いなと思って、で、なんか皆さんに楽しんでいただける要素を何か出せないかなと思って考えたんです。で、思いついたのが、よし、デュエリストって曲だから、ちょっと仮面つけて出ようじゃないかと思って、ね、ほら、デュエリストってやっぱりここ革命しようみたいな歌詞だからもう取り繕い歌詞だから、なんかこう最後の曲に仮面外してバンってやったらかっこいいんじゃないかと思って、で、仮面はね、ステージから客席に向かって投げて、なんか撮ってもらえたら嬉しいな、怒っちゃったら悲しいけどと思いながら持ってきて企画したんですよ、ちょっとしたイベントをステージ出てったんですよ、デュエリストの曲が始まってね。そしたら、誰っていう、まず客席から聞こえてきてそれそうですよねみたいなさっきまで黒髪で服も違かった人がなんか急になんか金髪みたいな人が出てきたぞみたいな
しかも仮面つけてるよ誰みたいになってあーもうなんかもう、もう楽しくなってしまってこれちょっとデュエリスト笑いながら歌っちゃいそうだったのをちょっとグッとこらえてデュエリストの世界観に入って歌ったんですけどあのジャケット見ていただくとあのずカツラのね前髪の状況とかわかるんですけど前髪長いんですよ、まあ、片目が隠れてるんですよね今回ね歌いながら動くじゃないですか仮面もつけてるでしょ前髪バサってなるでしょ前髪見えなかったこれがもうねちょっと曲途中にちょっとずつねあの前髪分けたりもしたんだけどまあずっと前髪があってなんか半分ぐらいしか視界がなくってわあどうしようどうしようみたいなだからある意味すごい楽しかったですでとりあえずあの目論見通り曲の最後にね仮面をスッと外してパッて投げたんですけどどこ飛んでったか分かんなくて終わってからじゃーらーらーって終わってかっこよく終わったと思った途端に大丈夫ですか事故なかったですか仮面ぶつかりませんでしたってなって誰このおばちゃんみたいななんかすごい出落ち感がまずあり曲かっこよくやなんとか頑張って決めたのに曲終わってすぐなんかバタバタわたわたして素になってなんかすごいちょっとてんやわんやでしたまあそんな中でもなんか皆さん楽しかったよって言ってくれて、まあ、最初びっくりしたけどねって知ってる方あれ近藤さんかと思ったよっては言ってくれて、まあ、まあちょっと、まあ、成功かなある意味もう超テンパりました曲終わってぶつかってなかったって言ったけどちゃんと仮面を受け取ってもらえてたし怪我もなかったしでもううん、でもまあちょっとテンパっちゃってよくわかんないこと言って近藤かな子って言います声優やってます性別は女ですとか言っていつも通りのテンパった近藤さんが現れてしまってなんかこうね新曲も発表だからねなんかまあ最初かっこよく決めてタタタっていい曲をねこう新曲3曲バーって歌おうと思ったらもうダメだった最初からダメだったもう自分で自分に負けたはい、うん本当にいやでもね楽しかったよってあの物販に出た時ね言ってくださったらよかったなと思います。まあ、そしてデュエリストを歌ってそんなことがあってね、あの新曲の3曲メモリーと、メモリーは今度一人で歌ってそしてひなげしはもちろんしのぶさんに横でギター弾いていただいてハモリを入れていただいて歌いました。そして、フォーエバーの方は MGP ちゃんのかなちゃんとちえちゃんの2人にコーラスやっていただいて3人で一緒に歌わせていただいて今度のコーナーが終了になりました。いやーなんか怒涛の2時間で始まっちゃったらあっという間でなんか始まるまですごくいろいろ不安だったんですよ。まあ、歌詞をちゃんと歌え出るかなとか、まあ、お客さん楽しんでいただけるかなとかあったんですけど不安が結構あったんですけれどもまあ始まっちゃったら楽しかった。もう一回やりたいなって思うしか今ないです。コラボコーナーも本当に315さんの曲もっと一緒に歌いたかったなってもおこがましいですけど思ったりとかするし。で、MGP ちゃんのダンス本当もっと時間があれば一緒に踊りたかったっていうのもあるし。いやもうもしね、コラボ祭りまた次回来年でもあれば、もっともっといろんなみんなとも、そう、LFO ちゃんともコラボしたいなと思います。ぜひ、そんな機会がありましたら、ぜひ皆さんまた会場までお越しくださいませ。頑張ります。そして、今回来れなかったよって方も、応援してくれた方も、ぜひまた次回は、都合があったら、応援してください。来てください。よろしくお願いいたします。本当に皆さん、ありがとうございました。楽しい時間を過ごさせていただきました。はい、ということで、オープニング長くなっておりますが、いつものあのコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はい、今回のアンケートのトークテーマは今運動会をやるなら何の競技をやりたいですかでした。メールいただいてます。ご紹介したいと思います。まずは隊員ナンバー65番シークレットネームドラムバンカードラゴンさんからです。今運動会をやるなら競技は何に出たいですか。では100メートル走ですかね。走るのが好きなので出てみたいです。そのことです。走るのが好き。
じゃあ普段ランニングとかなさってるんですかね。 100m 走って長くないですか。これって 100m 走ってリレー、一人で 100m 走るの。へえ、長いですね。普通に 50m 走だったかな、うち学校は。結構 100m 走短距離でも、短距離じゃないよね、やばいっすね。結構じゃあ心臓が強いってことだ。いやすごいですね。いやなんかあったらぜひ走ってください。はい、ありがとうございます。続きまして隊員ナンバー43番、シークレットネームアッキーさんからです。近藤さんこんにちは。こんにちは。今回のお題ですが、今運動会でやりたい競技はパン食い競争です。自分が小学校の時にパン食い競争がなかったので、もしできるならパンを食べられるパン食い競争がやりたいです。なるほど。私もねなかったんですよ、学校の運動会だとパン食い競争。ありました？なかったですよね。なんか学校の行事だとパン食い競争なかったんですけど、あの町会の運動会っていうのがあって、その連合でいろんななんか地域のこの、まあ多分祭りですよね、一個の神社の周りのこの町会が合わせて運動会やる時があって、その時はパン食い競争あって、まあ、パンもらえるじゃないですか。優勝しなくっても、1位じゃなくってもパンもらえるじゃないですか。だからパン食い競争出てました。それは言ってたけどな、なんで学校だと衛生的な話ないのかな。うん、よくわかんないけど流行り。あとなんかよくなんだっけ、障害物競争みたいなので、飴玉を粉の中から探したりするのあるじゃないですか。ああいうのもなかった。ああいうのやりたかったです。なんでだろう、めんどくさいからかな、準備。ああ食べ物を粗末にしない系なのかな。パン食い競争私もやりたいな。これパン食い競争ってアンパン限定ですか、それともメロンパンとか食パンとかそういうのもありなんですかね。地域によってなんかその回によって違うのかな、違うのかな。私だったらな、でもアンパンがいいな。硬そう硬そう、メロンパン加えても全然引きちぎれないみたいな感じになりそうです。アッキーさんは何のパンを食べたいですか。はい、ありがとうございます。はい、いっぱいいただいたんですけれども、ちょっとオープニング長くなっちゃったからこれぐらいで。はい、ということで、私は今やりたいなら、まあ、パン食い競争もやりたいけど、そのね、借り物競争をやりたい。借り物競争なかったんですよ、やっぱ学校でも。なんかこうやる側じゃなくってお題を出す側で、なんかあなたの好きな好みの顔の人を連れてきてくださいとか、なんかそういったなんかお題を出したい、いっぱい。赤色の服を着てる人を連れてきてくださいとか、眼鏡かけてる人を連れてきてくださいとか、だから普通じゃないですか。だからちょっとなんかこのその人の人柄が見えそうな何かをお題として出したい。仕掛ける側がいい、これやりたい。そう、なんか三好理恵ちゃんがね、前からその声優で運動会やったら面白いんじゃないかっつって、やりたいやりたいって言ってて、それだったら私はこういうのがあるよっつってプレゼンして、おいいじゃんって言ってたので、いつか実現したらぜひやりたいと思います。まあなんか三好さんだったらなんか数年後にやってそうですよね、運動会とかね。そしたらぜひ出させていただきたいと思います。そしたら皆さんも見に来てください。はい、ありがとうございます。それでは次回のお題の発表です。次回の、みんなにアンケートのトークテーマは、秋の夜長に読みたい本は、秋の夜長に読みたい本は何ですか。ぜひぜひ教えてください。メールの宛先は k_secret@target-end.com、k_secret@target-end.com までです。それではシークレットベース K ステーション第113回、いってみよう。Yeah.
暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすっごく勉強になるかもしれませんよ。はい、ということでこの間からポイント5ポイント貯めたら商品がもらえるということに変わりました。まあ1問正解で1ポイント、ただいま現在1ポイント獲得中でございます。5ポイント目指して頑張ります。皆さんも一緒に考えてね。それでは本日のお題はこちらです。じゃじゃじゃん。針、これ針って読むんですね。黄辺に、左に黄辺に川で、リがあのなんかルリみたいな感じのルリのリ、はい、で針です。まあ、漢字です。ちょっとわかんないな、これだけだとちょっとわからないですね。針、まあ、針って読みて普通にあの芸能人の春さんを思い出した私。春さんね。なんだろう。黄辺って何人についている、何についてるかな、なんだろうな、わかんないな。針魔王が出てきた今。知らないね、みんな知らない世代だ。針魔王わかんないね。でヒント1いきます。ヒント1、ちゃちゃちゃん、物の名前です。まあそうでしょう。針ってなんかな、なんかなんとなくぼんやりするのがの、あれもでもガラス玉か、ガラス玉、はい、近い。そう、なんか最近こう、まあ、ビー玉とかあるじゃないですか。あれのビー玉アクセサリーみたいなので、なんかこういうの見た気がもするけど、ビー玉か。そう、ある意味それも正解。それもギリギリ違う、かすってる。ビー玉がかすってる。ビー玉じゃない、なんだろう、ラムネの中に入ってるビー玉。だからビー玉じゃないって。なんだろうな、ガラス玉ってことか。ガラス玉に近いのなんだろう。ヒント2、いろんな形に加工されて使用されています。おー、ガラス玉、ガラス玉、レンズ、あー違う、あれ虫眼鏡。虫眼鏡じゃない、いろんな形に加工されて使用されて、まあガラスが加工されてるってことですよね。そうするとね、ガラスかな、ガラスかな、なんですか。みんな、なんだろう、ここら辺で、まあなんかちょっと透明な感じかな、なんだろう。ヒント3、山などに行くとごく稀に天然のものが落ちていることがあります。あ、水晶、水晶だ。あー、正解です。ヒント3で、そうそう、あの山などに行くとごく稀に天然のものが落ちていることがありますっていうのでしょ。これでなんでわかったかっていうと、あの昔山梨にお父さんが湯治してた時に、普通に河原とかに行って遊んでて、なんか綺麗な石落ちてるなと思ったら、なんか水晶だよって親が教えてくれて、それからちょっと水晶を買ってもらった。あのよくわかんない雑な、あの全然研磨されていない、なんかこう網に入って500円ですみたいなやつを買ってもらって、わーってしてました。なんか何かなっつって、そういうので山に行った時にあるなっていうイメージだった。まあ、でも山にまれに天然のものが落ちてるなんかものって言ったら水晶。水晶ぐらいしかないかな。まああとは松ぼっくりとかどんぐりとかきのことか。はい、あった、1ポイントゲット。はい、
ということで正解読みたいと思います。針とは、水晶、いわゆる石英の日本語名称である。そうそうそう、英語名ではクォーツと呼ばれる、二酸化ケイ素が結晶化してできた鉱物で、六角柱の綺麗な結晶をなしていることが多い。その中でも特に無色透明なものを水晶もしくは針と呼ぶ。針の語源は、古代インドの語源サンスクリットの単語を音訳したものとされる。日本ではかつて良質な水晶を多く産出していたため、日本の国籍に指定されている。水晶のほか翡翠も日本の国籍とされる。水晶の石言葉は完璧、冷静沈着、神秘的で4月の誕生石とされている。その美しさから遠い昔より装飾などさまざまなものに使用されてきた歴史がある。古代ローマでは水晶は水か何らかの作用で永久に固まったものであると信じられていたが、この誤解の原因は水晶が火山の近くでは発見されず、アルプスなど氷河の近くのみで採掘されたことに由来されたらしい。うん、確かにね、透明だから氷とか水が固まったイメージですよね。水晶はクリスタルとも呼ばれるが、これは古代ギリシャ語で氷塊を意味するクルスタロスから取った名前である。ああ、氷塊ですもんね。氷塊です。氷の塊。はい。まあみんなそう思ってたんだね。なんか固まったんだみたいな。で、これ溶けねえぞみたいな感じでみんな見つけてたんですね。はい。ちなみに科学的な側面でも非常に有用な素材であり、圧力が加わると電気を発生されるという特性があり、その昔はレコードプレイヤーのピックアップなどに使われていた。今日では水晶発信機として最も活用されており、ほとんどの時計はこの水晶の発信原理を使用して正確性の高い打刻を実現しているということです。へえ、あ、そうなんですか。へえ、最近の時計はクォーツ時計って。へえ、じゃあ時計にはみんな水晶がこれが入ってる。あ、そうなんだ。知らなかった。ゼンマイを使ってきたけど、ゼンマイだと狂っちゃうからクォーツ時計、クォーツを使っている。もう今はほぼクォーツが入っている。知らなかった。携帯にちょっと金が使われてるっていうのしか知らなかった。そんな感じ？そんな感じ？そうか。そう、昔の家の裏に水晶屋さんがあったんですよ。普通になんかでっかい紫水晶とか置いたりとか、なんかそれで見てたのかな、針とか。そう、触っちゃダメって言われてました。いや壊れないだろうみたいな、石でしょこれみたいな、綺麗な石だねって思ってたんだけど、なんか触っちゃダメって言われて、そうか、そっかそっか。石英はまあまあ一般的ですよね、結構綺麗な石。そう、河原でも本当に透明な石が落ちたら多分石英ですよね、大体はね。うん、そう、本当にその小学校の時に買ってもらったそのね、水晶のかなんかいっぱい入ってるやつ、これ磨いたらいくらになるのかなとかすごい夢見てました。なんかこの間あの部屋掃除したら出てきました、まだ箱に入れて大切にしまってありました。いやでもね、まあね、石って綺麗ですよね。なんかやっぱダイヤモンドはまたなんか特別なあれかもしれないけど、やっぱ他の水晶とかもすごい綺麗だなと思って、やっぱり宝石と呼ばれるすごい、いや価値がつくものなんだろうなって思いました。すごいですよね、そんなのが時計に入ってたなんて知らなかった。みんなよく知ってるな。はい、ということで皆さんは正解できたでしょうか。現在2ポイント獲得です。5ポイントまであと3ポイント、皆さんも応援してくださいね。以上、暗号解読のコーナーでした。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます、おめでとうございます。はい、もう皆さん
手にしていただきましたでしょうか。今回もですね、渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですね、ミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。きっと大丈夫だよ。このコーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私近藤かな子が解決していきます。はい、ということで、今日もお悩み来ているのでご紹介したいと思います。シークレットネーム、魚面ライダーさんからです。隊員候補生の方ですね、ありがとうございます。近藤さん、はじめまして。はじめまして、ボブルラジから来ました、ありがとうございます。お悩み相談コーナーがあるということで長谷さんじました。最近私のマンションの駐輪場というか単なる駐車スペースなんですがについての悩みを聞いてください。管理人がいないというのもあり、少し荒れ放題になっている感じなのです。明らかに長い間放置されているものもあるのですが、勝手に捨てるわけにもいかず手をこまねいています。加えて最近新たに自転車が3台ほど増えたため、住人さんのかな、今まではスペース内に無理なく出し入れができたのに、かなり無理をしなければ入ることも出すこともできません。自転車に罪がないことは分かっているんですが、こいつ邪魔やなとか心の中で思ってしまうと、ついつい扱いが荒くなってしまい、私はなんて心の狭い人間なのだろうとちょっぴり懺悔する毎日です。これは神が与えたもうた試練なのでしょうか。前より越しずに愛の手をお願いしますとのことです。はい、魚面ライダーさん、もう私はなんて心の狭い人間なのだろうと思っている時点で、あなたはとても心の綺麗な人だと思います。大丈夫です。邪魔だなと思っちゃうのは誰でも思うことです。でも、こんなこと思っちゃったって思ってるあなたはとてもいい人だと思います。だから邪魔だなと思ってもちょっと扱いが荒くなってしまっても、ごめんね自転車さんって思ってきっと移動させているんでしょう。そんなあなたは3台増えちゃって出し入れが大変だと思うけれども、きっと基本的には皆さんに丁寧に自転車さんを扱っていると思います。だからこのままで大丈夫だと思います。あとはもし本当にこんなところ置けないよっていうことになったら、管理会社さんに電話でも一本して、これは自転車置けますつって、なんかこれもうここに住んでない人の自転車もありませんか、あるんだったら撤去してもらえませんかっていうのを言ってあげた方がきっと他の住人の方にとってもいいことだと思いますんで、ぜひ管理会社にお電話を。はい、これできっと大丈夫だと思います。はい、皆さんもですね、お悩みがありましたらぜひぜひ送ってきてくださいね。ヒャイジャーソライ重なり合う糸浮かび上がる偽証、誰も咎めないのは Not to help is just a lie。 ニューミニアルバムフォーエバー発売ありがとうのコーナー。はい、ということで、皆様の応援がありまして、ミニアルバム新しいの発売することができました。ありがとうございます。こちら、先日の9月17日のターゲットレーベルガールズライブ2018で先行発売となり、9月20日が発売日となりました。はい、ということで、あまりその新曲についてお話ししてなかったので、少しこちらのコーナーお時間借りておしゃべりさせていただきたいと思います。はい、まずは
ほぼほぼあまり触れてこなかった近藤かな子が作詞作曲をしましたメモリーという曲についてお話ししたいと思います。メモリーという曲は本当この近藤が二十歳でデビューさせていただいて今まで声優という活動をやらさせていただいた中でいろんな方々に出会ってそしてすごいたくさん応援してくださるそして今もラジオ聴いてくださる皆さんに支えられてここまで来れたっていう感謝の気持ちを込めて作った曲がメモリーという曲になります。そしてちょっと裏テーマでは今までブレイブルーという作品に関わらせていただいてマノエルちゃんの曲を作詞させていただいたりとかしたんですけれどもでデイレストっていう曲がまた私の裏テーマの中でちょっとそのブレイブルーの中に登場するニューというキャラクターもイメージさせていただいた曲なんですね。で今回のメモリーという曲がラムダというキャラクターもやらさせていただいててそのラムダをイメージてかラムダとマノエル・ニューをイメージしたちょっと曲ともなっております。なのでもしかすると歌詞を全部見ていただくとちょっとあれって思うところがあると思うんですけれどもそれがきっとそのキャラクターの状態であったりとか思いも入っているのかなと思ってもうほんとたくさんの作品に関わらせていただいた中でなんかよくよもそうですけれどもそのブレイブルーという作品は本当に多くの人に近藤という人間を知っていただいてでテレビのアニメ化もしましたしたくさんのブレイブルーのゲームシリーズも出ましたしそしてアプリゲームも出たりとか本当にいろんな方と関わらせていただいたゲームだと知っていただいた作品だと思っていましてで今回そのミニアルバムを作るにあたって近藤さんも作詞作曲してよ曲書こうよって言われて高間さんにでそれでなんかどういう曲がいいかなって思った時にやっぱりそのブレイブルーという作品が完結したっていうのもあったのでああじゃあもうここのタイミングで彼女たちの曲をもう一人ずつ書いてたのでじゃあラムダがまだ残ってるから書かせてちょっとその気持ちも入れられたらいいなと思って今回ちょっとメモリーというこの曲を書かせていただきました。すごいスローテンポでテンポ数自体が70なんですよね。すごいスローねゆっくりな曲で近藤が今まで作詞作曲した曲は結構ロックだったりとかテンポ早かったりとか言葉が強かったりとか攻撃的なものが多かったんですけれどもこの曲は本当に何もない純真無垢な感じの優しい歌になっております。子守歌にぜひ聴いてくださいライブをやるにあたり歌が入っていないカラオケをいただいたんですけれども今回そのメモリーって曲はハモリが入っていないんですね。ほんと近藤の、メロシズメロだけの歌なんですけれどもまあカラオケだけ聴いてたら本当にあれこれメモリーへいざなう曲なのかなっていうぐらいにすごくピアノの音とかチェルとか入れてくれたのかな曲とか音とかがすごい気持ちいい曲です。はいぜひぜひ眠る前とかもしちょっと心が落ち着かない時にぜひ聴いていただけたらなと思います。はい、そしてもう一曲はひなげしという曲です。こちらの曲の方はずっと話しております315の加藤忍さん女性の方に今回作詞作曲していただきました。もう初めて作詞作曲を女性にしていただくのが、初めてだったのではい、なんかどんな曲ができるんだろうな315さんのああいう曲だからこういう曲かなとか思ってたんですけれども最初聞いた時にあ、やばいルパン三世のエンディングみたいな曲だと思ってかっこいいと思ったんですよ。今までになかった近藤の中の何かが生まれそうだと思ってすごい楽しみで、で最初はその忍さんの曲も近藤がねやっぱりコラボだから作詞をしたらって言われたんですけれども書けないと思ってその忍さんの世界観がすごい曲に出ているので、近藤がまた言葉を紡いだらなんかまた違うものになってしまうんではないかっていう恐怖心とそのままの忍さんのなんか世界観のままの歌が歌いたいと思ったので忍さんに作詞もしてもらったんですね。いやー楽しんでいただけるかな、なんか本当に
大人っぽい感じで、ゆるい感じで、まあ、しのぶさん曰く安ぐれた歌だけどごめんねって言われてしまったんですが、全然です、近藤もともとやさぐれてますから大丈夫ですって言ってもうありったけのひなげしという曲、そして歌詞の中に詰め込まれているストーリー感を近藤なりに表現させていただきました。しのぶさんに仮歌を入れていただいてたんですけれども、もうこれで完成じゃないかと思って、近藤が歌う必要ないじゃないかと思ったんですけれども、まあ、それでもやっぱりそのしのぶさんがいろんな思いを込めて作っていただいた曲を近藤が歌う、だからしのぶさんが歌ったようになぞってしまうだけではやっぱりダメだなと思ったので、そのやっぱ近藤らしさとかをどうこの歌の中で入れていくのかな、入れていったらいいのかなっていうのをすごい試行錯誤しながら、ちょっとレコーディングさせていただきました。そしたらしのぶさんがすごいなんかよかったですって言ってくれたので安心しました。皆さんがどう受け取ってくれたかなっていうのがすごい楽しみです。ぜひぜひ感想をお待ちしております。そして3曲目、タイトルチューンとなっておりますフォーエバー、はい、この曲はもう高浜さんが作っていただいた曲で、この間ラジオのゲストにね、前回来ていただいたしせちゃんとかなちゃんが2人で作詞をしていただいた曲です。すごい幸せな曲です。高浜さんなのに幸せな曲です。でもオープニングの曲入りとエンディングは、まあ、高浜さんらしさというかちょっと暗雲を立ち込めるようなこう悩みがあるのかなみたいななんかどういうイメージ、高浜さんのイメージですなんか暗雲がこうもやっとした不安とかいろんなねある感じも表現されている。でもちゃんとこの曲だけでもストーリーがあって、その幸せの中にもやっぱりその不安があって、でも幸せでも幸せがありすぎてもきっと不安があるんだろうなみたいな、ちょっとメッセージ性がくすまった一曲になっていて、でも本当にこの間はフォーエバーのねお話もしたけども、かえちゃんとしせちゃんが幸せとの向こうに行くみたいな、この恋人なのかな、友達なのかな、すごい2人のこれからお先をどうなんか素敵な未来を紡ごうねみたいなお話を入れてくれたので、私もすごいだから幸せな気持ちと、でもちょっと不安あるけど前向きに2人で頑張っていこうねみたいな感じの気持ちを思いを込めて歌わせていただきました。素敵な曲ができました。本当にオープニングで読ませていただいたメールの通り、三者三様な今回曲となってまして、で今までになかった近藤とかも入っているので、近藤の曲を今までいろんなの聴いてくれた方にもおまたちょっと違うねみたいな感じで楽しんでいただける内容となっておると思います。まだまだこちら、フォーエバーの方は近藤が出演させていただく物販可能なイベント、そしてターゲット e ショップさんのみでの販売となりますが、ぜひぜひと本当たくさんの方に聞いていただきたいので、リスナーの皆さんぜひ広めていただけると嬉しいです。YouTube の方にこちらフォーエバーの視聴ムービーとかも流れてますので、もう視聴ムービーでいいのでぜひお友達に URL をペッて送ってあげて、これ聞いてみて、よかったら買ってみてって、また URL をペッて貼っていただければ、2個目はどうでもいいですけどまずはちょっと視聴して聞いてみてっていうのをぜひお友達におすすめしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。近藤かな子のニューミニアルバムフォーエバー絶賛発売中です。本当皆さんのおかげで発売することができました。そして皆さんのおかげでメモリーという歌詞が書くことができました。本当ありがとうございました。たくさんの方の心にこの3曲が届くことを楽しみにしております。はい、それではここで1曲お聴きください。近藤かな子のニューミニアルバムフォーエバーよりフォーエバー。
お別れの時間です。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。まずは普通のお便り、まあ、近藤宛ての質問とか何でもいいです。イベントの感想とか皆さんの近況書いて普通お便りで送ってきてください。そしてオープニングの例のコーナー、みんなにアンケート、次回のトークテーマは秋の夜長に読みたい本は、秋の夜長に読みたい本はです。もう何でもジャンル問いません。ぜひぜひ送ってきてください。そして、今日やりましたきっと大丈夫だよには皆さんのお悩み、そしてやらなかった、他のヒーロー怪人目撃報告や古今東西偉人列伝、そして歌っていいとも必殺〇〇〇小さな幸せなどのコーナーもメールお待ちしてますので、ぜひぜひ送ってきてくださいね。メールの宛先は k_secret@target-ent.com k_secret@target-ent.com までです。それではここで、団員候補生さんから隊員昇格していただく方をご紹介します。はい、もう本日はお一人さんしかいなかったのでこちらの方ですね。シークレットネーム隊員候補生の魚面ライダーさんです。おめでとうございます。魚面ライダーさんは番組宛てに隊員に昇格しましたって有無を添えてご本名と住所を書いて送ってきてくださいね。そうしましたら隊員証を書いてお送りいたします。はい、お待ちしてますよ。ではでは、まずはですね、ちょっと遅くなってしまったんですけれども、今年9月に発生いたしました北海道胆振東部地震、そして関西地方台風によりお亡くなりになられた方々、そしてご遺族の皆様に対しまして深くお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一刻も早い復興と皆様の平和な日々が戻ってくることを心よりお祈り申し上げております、ね、本当に今までになかったことがたくさん起こっているこの日本、まあ、地球全体ですよね。本当ニュースにもなってないけれども、いろんな地域でね、地震だったり本当台風だったりとかいろんな災害がね、ニュースになってるから、何が本当明日何が起こるかも分かりません。なんかだからすごい防災グッズはちゃんとね用意しておかなきゃいけないなと日々思うけれども、やっぱりこの平穏な日常がいつまでも続くんじゃないかって思っちゃうのがやっぱりこうねえ、まあ常だと思うんですけれども、ちょっとこうスイッチ変えて、自分の身に何か起こったらってことを考えて、できる限りご家族の方とかとね、なんか災害に遭われたらどこで待ち合わせとか、連絡はどうやって取るとかをちゃんと確認しておいた方が絶対いいので、ぜひそういうことはちょっとだけ皆さん今行動してみてください。近藤もこの間非常用のろうそく買いました。マッチ付きのろうそく買いました。ろうそくだけじゃしょうがないじゃんってなってマッチ買いましたライターじゃなくてマッチの方がいいって聞いたんで間違いました。はい、ちょっとずつみんなで準備していこうね。はい、この番組は各週金曜日の配信予定です。この放送聞き終わったら速攻メール送ってください。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの制作でお送りしました。